ラディカル CC です。よろしくお願いします。イエーイ。このチームはですね、もう一言で言うと爆発力です。一人一人がそれぞれ爆発力ある技を持ってるんですけど、4人でどんどんプラスしていくっていうチームなんで、ぜひ楽しみにしててください。まあ、とにかく、すごいチームっていうことですね。多分ですけど、このチーム平均年齢一番高いんだね各業界のベテランが揃ってるんで、もう洗練された戦術、戦闘スタイル、勝てます多分ね、うち爆発力すごいんで、めちゃめちゃもうエンターテインメントとして楽しめると思います。声は出せないかもしれないんですけど、ぜひね、よかったら拍手とかで、すごいっていう気持ちを表してほしいなと思います。フリースタイルスペース出る中で、多分自分が一番観客魅了できるんじゃないかと思います。負けたくないですね、コア。これはもうね、ケチョンケチョンにしてやりますよ、もう。こう、圧倒的パワーで、こう、やったります。覚悟してください。イージーです。ヤスです。ゼロワン。ゼロワン。ケッツです。よろしくお願いします。お願いします。僕たちはけん玉かけるダンスみたいな、ゼロから1を作り出す仲間たちっていう、本当ゼロから1に挑戦していくので作りました。何か他のジャンルを足そうかとも思ったんですけど、僕たちの強みのこのコンビネーションを強めるために、もう一回2人で再挑戦しようという決断になりました。僕たちの強みはやっぱコンビネーションというか、お二人のシンクロとか二人のルーティンとか、やっぱそこが一番の強みかなと思っていて、そこをしっかり見せていけたらいいなと思ってます。そういうところを見ていってください。まあ、見たことある人も見たことない人も、やっぱけん玉の魅力が伝わる試合ができたらなと思うんで、ぜひ驚いてください。仲良くしましょうさあ、 B ブロック第1試合、これぞフリースタイルスペースの対決という感じがしますが、まずは赤、ストリートダンスフリースタイルフットボールのチーム、ラディカル CC、 そして青がけん玉の昨年優勝コンビ、ゼロワンヘッツでございます。チャンピオンがチャンピオン登場できましたね。さあ、それぞれのクルーのご紹介したいと思います。まずは前回大会ジャッジだったフリースタイルフットボールのコウスケ、そしてダンサーのアシタカ、スナックスカジュンで構成されるラディカル CC。 なんとアシタカはですね、逆立ちギネス記録保持者、ギネス記録保持者、すごいです。そしてスナック、確定申告が終わってホッとしているということです。もう何も悩みはございません、スナックには。さあ、4人ともハッピー、そしてもちろん今大会目指すは優勝と断言しております4人組でございます。そして対するはこちら、昨年優勝コンビ、イージーとヤスのゼロワンヘッツ。ヤス君、なんとけん玉を始めるきっかけとなったのは、イージーのプレーを見てかっこいいなと思った。言ってみたら師匠とね、弟子とまでは言いませんけど、その二人が、ふわ、最近はですね、音楽を作ることにもハマっているということなんです。これも聞いてみたいですが、そしてイージーがハマっているのは人材育成、まあ、このだからヤス君以外にも今後けん玉のね、また次の世代、今日子供たちもいっぱい見てますから、そうですよね、僕もやってみたいなってことがあるんじゃないでしょうか。さあ、ヤス君はこの間スポッチャに行ったら、お昼ご飯の時お金がなくてご飯が食べられなかったそうなので、優勝して今日賞金持って帰ってください。たくさん食べてもらって、そんなどっちがもうジャンルが違いすぎてどうなるかわからない審査員の皆さん、悩みどころだと思いますが、こいつを呼ぼう、レフリーイース。だん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 回数稼ぐのにかっこよくなってくる、どうしよう、最後になったらどうなっちゃうんだろう。さあ、気になるビートいきましょう。 DJ クラッチ、
それでは DJ スピンマスター L1。 こちらの2ビートを選んでまいりたいと思います。代表者じゃんけんの心理中央の方へお願いします。はい、硬いね。 OK、 さあじゃんけんビートどちらを選択しましょう。 OK、 DJ クラッチを選択。先行高校は高校で OK。 じゃあ先行は01Hz、 そして高校ラディカル CC、 DJ はクラッチ。参りましょう。レゴー！さあ、ゼロワンヘッド。もちろん最初からアクセル全開で。ジャンルはけん玉で、ジャパニーズカルチャーで、みんなの知ってるけん玉じゃねえって、でもかっけえっす。みんな気づいた？気もついてないっす。 OK、 さあまずはスムースにワンターン目をクリア。チェンジ、ラティカル自身ファーストムーブ。さあ第一次長から決めてました。お前怪しいだろ、待ってるぞ。オーホー、さあ明日から登場、もちろんギネス記録で押していこう。さあ挨拶があるに、イエーイ。さあ、フリスタイルボールコースケ、さあ、挨拶代わりに自己紹介ルーティン。 OK、 OK。 さあ、まもなく30秒が経過。ワオ、ジャッジ基準は何でも大丈夫です。かっこいい方でも面白かった方でも、とにかく心が動かされた方でお願いします。早速聞いていきましょう。レコーナーラディカル CC が良かったと思った拍手。OK。 じっとせブルーゼロワンヘッドが良かったと思った拍手。スー
ません、すいません、すいません、すいません、もう一回だけ、もう一回だけ。そして皆さん覚えてる？どちらか片方にだけ拍手をお願いします。よかった、拍手は先ほどもうしました。今はジャッジメントの拍手お願いしますよ。どちらか一個だけ決まった、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  OK？ 俺絶対イッサの立場嫌だ。わかるわかる。よし、ちょっとなるべくみんなの近くで聞くね。レッド、ラディカル CC が良かったのに拍手。OK、 スーキコブルー、ゼロワンヘイズが良かったのに、そう。ドローでいきます。ここはドロー。ということは審査員で、審査員で決めると、はい、審査員でもう白黒ついちゃいます。うわ、ドキドキする。誰か決めれんじゃったら今の決めてみ。一人二人の差だと思います。これは薄いな。接戦でございました。熱い。そうですよね、なりますよね。審査員で困ってる。いけそうですか。ショウさんは OK、 ケイダクさんも OK、 エビナさんはできますか。さあジャッジメント参りましょうか。行きましょう。ドキドキする。さあ皆さんご注目、3、2、1ジャッジ。ブルーブルーレッドブルー、ゼロワンヘッズの勝利。うわー、もちろんラディカル CC のダッシュ。ラディカル CC も最高だった。スーパーエンターティナー。うわー、いやー、白熱しておりました。